はい、録画3分割になりましてすいませんけれどもね、そういうふうにおっしゃっていると。で、まあ、暮らしを変えれば暮らしが変わると、アンナさんおっしゃるんですけれども、OKD さんがまた、こういう話をされるんですよ。キムさんのように、確かに発展はもういいと。昔に戻っていくんがいいじゃないかと、OKD さんはおっしゃる。つまり昭和の時代ですね。まあ、具体的に言えば、ちゃぶ台があったりとか、テレビにカーテンが引かれてたりとか、ラジオで美空ひばりが流れてたりとか、まあ、そこまでいくかわかりませんけれども、昔に戻るのがいいんじゃないかと。で、熊さんがタイムマシンとかは作れないんじゃないのっていう意見が出ましたね。どっと、会場が沸きましたけれどもね。で、昔に戻るのがいいって言ったときにお客さん、いいね押す人が非常に多かったですけども。で、のどかさんは物は使いようで、科学者は物事どんどん追求していけばいい。例えば爆弾でも、爆弾、爆破でもね、爆弾を作るための爆破、戦争のための爆破じゃなくって、あれは画期的な発明であったと。穴掘ったりとか、いろいろ壊していったりとか、文化文明のための大発展であったと。ものは使いようなんだと。だから科学者はどんどん追求好きなようにしていったらいいんだ。で、問題は使う側ですね。どういうふうに使われるかというところまで科学者はただ考える必要はあるよと。いうこと、アインシュタインさんにね、ぜひ教えて聞かしたいな、というふうに思いますけれどもね。うん、そこまでアインシュタインがおそらく考えが及んでなかったか、力が及ばんかったか、ということですよね。うん、で、まあ、アインシュタインが、放射能がどうやら開発線でも他の人が開発したやろうけどもね。アンナさんはおっしゃるんですよ。原子力に関しては、なぜ電気を使わないという発想はないのかと。つまり、発電所もっと稼働させるべきやとか、あるいは、自家発電で何やらかんやら言うけれども、使わんかったらいいんじゃないかと。これね、ワンナさんの意見僕も賛成なんですよね。賛成とか言いながら、こうやってネットを使ってですね、電気使って、こうやって今発信しとるわけですよ。矛盾を抱えとるわけですよ。人というのはね、いいことをしながら悪いことをし、悪いことをしながらいいことをする。池波正太郎さんがよくそういうことをね、小説に時代劇場で言われますけれども、人というのは矛盾をはらんだ生き物なんですよ。電気こうやって使いながらも、あんまり電気使わずに生きてるんじゃないかと僕も言うたりするんです。うん。あとさんもそういうふうにおっしゃる。のどかさんはですね、例えば、自然災害に関して、野鳥が死ぬ。その死亡動機は、何が死亡の一番の原因になっているかわかるっていうふうに皆さんに問いかける。皆さんは答えられないわけです。で、主に野鳥っていうのは、建物や送電線にぶつかって死ぬ鳥が多いんですって。それで死ぬ鳥が、たくさんおると。たくさんの割合、数値的にはわかりませんけどもね。あ、そうかと。ああ、いうふうに思いますね。だから、都会やと、もう、透明ちゃうかと思うようなガラス窓、綺麗なガラス窓あったりしますから、それにぶつかってね。で、ぶつかった後、ビューと押していって、なくなるとか。電線に、まあ、感電死みたいなこともあるかもしれんわな。あれも危ないもんな。にもかかわらず、のどかさんおっしゃるんですけど、風力発電は、鳥が当たって、野鳥が当たって死ぬ可能性があるから、日本ではなされないんだと。風力発電がなされない理由の一つに、そういうのがあるんだというふうに、ね、おかしな話だよね、と。つまり、そういったその、自然の死に方でなく、そうでビルにぶつかって亡くなっているのが大半である。にもかかわらず、風力発電なんてのは知れてるでしょ。何本とか何十本かでしょ。それに、鳥っていうのは、そうそういないと思うんですよ。それを理由に風力発電をされない。まあ、費用の問題とかいろいろあると思うんですけどもね。っていうのはおかしいな、政府はとかいうふうに思ってらっしゃるんですね。で、
のどかさんが、知らない、何も、社会問題知らない人がデモに行くのが一番いいんじゃないかと、僕みたいにですね、社会問題について、こう、疎かったりとか、何の興味もない人が、デモという集まりに対しての興味本位で、僕、デモに関しては、デモに行っとる奴らどんな奴らやろうと、デモの雰囲気どんなやろうと、内容に関してはどうでもいいわけですよ、社会問題に関しては。遊び感覚で出かけるときっていうのがあるんですけども。そういう感覚で来てくれる方が嬉しいと。その後、社会問題に関して興味を持ってくれるからというふうにおっしゃっておられるんですね。で、心当たりから、僕ずーっとこうやって聞いてたんですけども、集中力、僕の集中力がなくなってきてですね。で、僕が机に置いてあるメニュー表を見るようになったんですよね。そのメニュー表にはこういうふうに書いてあったんです。カレーライス800円、若鶏の唐揚げ600円、スマイルポテト400円、フィッシュチップス650円、ウインナーの盛り合わせ650円、カッコ、ベジル、ペッパー、チョリソー、いろいろね。プレミアムモルツ生600円、ギネスビール瓶700円、ジーマ650円、コロッチ650円。そういうのずっと見るようになって。で、話を僕はね、だんだんね、もうね、2時間この時点で超えてたと思うんだよね。集中力が切れてきて、あんまりメモせえへんようになったんですけどもね。で、そんな中、僕の集中力を弾けさす、のなさを弾けさせてくれたのが、サエコさんの一言なんですよ。映画をやっているという、こう、変わり者の中でも特に風変わりなタイプですわ。この子がおっしゃった。そろそろ締めに入ったわけです。会議も、平成会議もね。その時に、サエコさんは、どうでしたかって聞かれた時に、この会議どうだったかって聞かれた時に、なんだかこの会議は、うちわでワイワイ話しているだけじゃないかと。次もし同じようなことをするんであれば、メンバーも同じで、お客さんもデモに参加したり自由人の人らばっかりやろうと。こう、内輪でそうだそうだって言い合ってるだけで、こんなこと言うててもしょうがない。意味がないんじゃないか。この会議自体意味がないんじゃないかっていうふうにおっしゃった。これね、はっきり言って、僕もそういうふうに思ってたんですよ。僕の思ってたことを、サエコさんは代弁してくれたみたいな形になって、僕は、いいぞいいぞと、それこそいいねやなと心の中であげましたね。ところが、周りのみんなは、非常に冷たい反応、シーンとなったんですね。で、お客さんもシーンとなったんですよ。で、唯一、声を出してくれたのが、この、モヒカン頭の方なんですね。一風ミュージシャンの方、おそらくミュージシャンだと思うんですけどもね。この方、男性の方、おっしゃるんですよ。サイコさんはね、表現者なんだよと。だから、反抗する反社会的な、自分を曲げられない正直な人なんだ。嘘つけないんだよ。俺もそうなんだよ。というふうにおっしゃる。で、僕もそうなんですよ。僕は、今回この会議に関して、一貫して客観視し続けてやろうっていう意図のもとで、このイベントに関わりましたんで、いいねを押すことも意見をすることもせずに、関わったんで、意見はしませんでしたけれどもね。この方の言うてることっていうのは本当その通りでもあるんですけれども、正直に一世一代喋、この方自分の意見を言うた時の周りの反応が冷ややかやったのが、ちょっと残念。何でもかんでもというわけではないけれども、批判も受け入れてなんぼのディベートじゃないんかと。で、キムさん含め何人かの方が、サエコさんのおっしゃってることが非常にいい残念であるというふうにおっしゃったんですよね。それに関して僕が残念だなというふうに思う。意味がないことはないと。反論を展開されたわけですよ。メモしてないので、詳しくは、書いてませんので、言えませんけれども、覚えている限りだよね。他の、この方と、僕以外のお客さんも、こう、シーンとなったりとか、その意味のない発言はどうかとか、いうふうに終始されて。で、サエコさんね、ちょっとね、うつむいて黙っちゃったよ。みんなに否定されて、そら辛かったやろね。しんどかったと思うよ。でも、そのしんどさは一切見せへんかったよ。黙ってもたけど、二
普通にへっちゃらみたいな風に振る舞ってたように僕は見えるんです。一生懸命やってたように見える。周りの子らは、サイコちゃんは平然としてる風に見えたやろうけども、いや、辛かったやろと思うで。命がけやったやろと思う。で、サイコさんも後に、意味がなかったことはないと。これには非常に意味があって、デモに行く悲観心の人が増えるかもしれんとか、いろんな話が出たんですよ。反原発についてののどかさんがね、映画をしたいとか、それについて協力をしたいとか、いろんな意見が出たんですよね。でも僕としては、やっぱりサイコさんの意見に関して同調するなというふうに思ったんですけどもね。で、サイコさんもね、えらいもんで、辛かったんか、みんなのがそれぞれ、その後も意見展開するたびに、こうやってうなずくようにしはりましたね。それはもうね、ずっと反対してる思うで、一人ぼっちやったら、それは辛いもんね。でも、サイコさん、ようやったら立派やなと思います。一番すごいなと。思いますよ。他の人は他の人で自分の正直な気持ち、この会議では晒したんやと思います。そして、サエコさんも晒したんです。少数派にもかかわらず、一人ぼっちにもかかわらずね。この人たちは、社会出た時に、おそらく一人ぼっちでしょう。で、この方たちも一人ぼっちでしょう。この方に至っては音楽やってる表現者の方。で、僕も僕で一人ぼっちなんですよ。ところが、一人ぼっち同士が集まった時に、多数派になるわけですけれども、その中でよりすぐりの一人ぼっちっていうのが最後。そして藤木五郎であり、このミュージシャンの方ですが。そういった場合でも意見できるのかどうかと。そして、意見をするべきなのかどうかというところまでですね、いろいろ考えるところがあって、この後半、一番最後の最後、サエコさんによる展開でですね、非常に得るものがあった。サエコさん、ありがとうございます。本当にね。勇気をいただきましたよ。これからもね、自分を曲げずに、だからといって社会の輪を必要以上に乱すことはせずに、生きていけたらなと、僕も思います。ということでね、こういう面白いイベントがあったんで、行ってみました。なんか行ってよかったなぁなんて、いろいろ思いましたね。皆さんもね、今、SNS、Facebook、別にね、ネットなんかやらなくてもいいんです。なんかこう、街で歩いててね、気づいたこと、面白いこと、なんか引っかかること、興味が湧いたこと、あるいは、やめとこう、みたいなこと、何でもいいんです。気になったこと、一遍ちょっと覗いてみてください。関わってみてください。例えばこういう喫茶店、イベント喫茶店なんか一人で入るのは勇気いりますよ。僕もね、うわぁ、しんどいなぁとか、例えば人の演劇を見に劇場なんか行くときとか、うわぁ、とか思うんですよ。いろんな感情、演劇やるときのしんどい感情とか、一人で見に行く一人、周りの目、もう気にならへん言うたら嘘になるんですよ。あるいはアンダーグラウンドの、でっかい劇場やったらいいけれども、みたいなね。で、こういう小さいこじんまりとしたとこやったら、皆知り合い同士、出演者も、観客らもあったろうなと、その中で一人で行くのしんどいなとかね。案の定集まりの人が多いですよ。出演者もアンナちゃんの集まりだったんですよ、みんな。そこのところは、やむを得ないなというふうに思いますけれどもですね、一人でも勇気を出して行ってみると、何か得るもんがあるかもしれん、あるいはないかもしれんけれどもですね、なんかこう、面白いことに出くわそう思ったら、やっぱ、いろいろ関わってみる、一歩まずは踏み出してみるというのが大切なのかななんて思ったりもしました。ということでね、今日はですね、平成生まれ減らず口会議という、このイベントについてお話をさせていただきました。生放送をご覧の方、そして録画をご覧の方、3分割になってしまってどうもすいません。3分割にもかかわらず、3つ目を、まで、最後まで、アクセスしてご覧いただいた、録画、ご覧いただいた方、ありがとうございます。そして、スピリチュアルの先生方、およびテディさん、例によって、僕は先生方でも何でも能力者でもないにもかかわらず、僕だけ皆さん、アーカイブ一つやのに、3つも占有してしまって、すいません、目立ってしまって。
ということで、今日のところは番組を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。最後、チャット読んどこうか。ね。チャットたくさん書き込んでいただいてるからね。斉藤ひとりさんは中卒だそうですという、イッシーさんが、あ、イッシーさん、ガイアさん。あのね、イッシーさん今これご覧になっておられるかな。ミクシーで繋がっていただいているのに一切関わりがない。僕は、イッシーさんも、何も、お住まいもはっきり言って存じないんですよ。イッシーさん、ガイアさんという名前しか存じないですね。にもかかわらず、こう、関わって、ご覧いただいて、ありがとうございます。ちなみに、斉藤ひとりさん、っていう名前は僕お聞きするんですけど、いかんせん僕ね、スピリチュアルという分野に関しても疎いもんで、斉藤ひとりという名前をね、スピリチュアルテレビでよく、聞いたりするんですけども、名前以外何にも僕知らないんですけど、名前が斉藤ひとりさん、そして、男性であると。で、方がどんなことをおっしゃっておられるのかという、よく知らないんですけれども、まあ、その筋ではおそらくカリスマ的な、なんかこう、ええこと言う人なんでしょうね。またね、機会があれば、なんかこう、調べてみようかなって思います。一週間きっかけを与えてくださってありがとうございます。ダークマターさん、1.11 王であり、主もお一方であられるのです。それが宇宙の真理です。根源神、絶対神。誰もが王ならば、王の意味すら何なりは虚無です。ということでね。あ、これは、朝の番組のチャットですね。読んでしまってすいません。順番割愛の上で、パッと目立ったもんだけ読ませていただきます。石井さん、24歳ぐらいまでテレビゲームばっかりしてました。一緒ですね。25歳ぐらいがインターネットばっかりしてます。一緒です、一緒。いや、僕はね、25歳以降もね、30まではテレビばっかり見てました。30以降はネットばっかりしてあります。このこともよろしくお願いします。シオンさん、肉体的には12歳前後になれば子供を作れる体になる。あ、そんなに早くなるんですか。早く大人になることは必要だと思います。昔はそうだったらしいですけどもね。早く元服して。子供が、大人が子供を幼稚扱いしているから幼いままで育ってしまうのですという。あ、そうかもしれないですね。18歳になったら大人であるという法案を通そうみたいな考え方も最近はありますね。クリアンさん、聞きたいことありました。悟りと脱洗脳って似てますか？それとも一緒ですか？全く違いますか？内容と触らない場合はスルーしてくださいということですね。これに関しての意見をどなたかされておりますでしょうかね。されてくださったらありがたいんですけどもね。なんせ、僕、悟りというものが何なのか一切存じないもんで、素人なもんですいません。悟りという漢字が、小里編というんですか、心編が加わった上での藤木五郎の語を横に加えたら悟りという字になるという漢字の読み方しか知らないもんで、悟りというのが何なのかよくわかっておりません。どなたかね、意見いただければ幸いでございます。桃色サンゴさん、大人扱いと今の肉体が幼くても一人の人間として扱われるのとは体験することが違ってくると思います。子供でもちゃんと一人の人間として教えられたら、自然に尊重できる人に育つような気がします。昔ね、外国でね、狼に育てられた男女が、その後、人に引き取られても四つん這いになって、しばらくの間、狼の風な感じで生活してたみたいなことを、なんか、これも学校やったかな、なんか習ったような気がしますけれどもね、なんかそういう話があります。確かにそうだった環境、状態によって人っていうのは育まれていくのかなというふうなことは思います。クリアンさん、僕、映画の感想をかけとかなると難しくてできない時があります。あの瞬間とかこの瞬間とかいちいち説明できませんとか。だから淀川長春さんとか水野春夫さんとか杉田ピーゴさんとかすごいですよね。特に浜村淳さんが一番すごいわ。あらすじをいち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 克明に最後まで言えんねん。僕なんか覚えてないもん、最後しか。バーンとなってドーンとなって悪を倒してね、世界平和になったんですとか、その程度しか分からんもんな。解説できる人ってすごいなと思うけどもな。シオンさん、
桃色さんごさん、何かの本で読みましたが、著者がフランスに行ったとき、3歳の女の子を連れてる母さんが、女の子が何か買ってほしくてギャンギャン泣き始めて、するとお母さんが周りの人を見てごらんなさいと。あんたにね、ギャンギャン泣いてる人は誰もいない。公共の場で、例えばあんた迷惑かけてる。考えてごらんと言うと、その子は周りを見渡して泣き止み、ポーチからハンカチを取り出して涙を拭いた。お母さんが、あんた立派なレディーよと言ったそうです。子供一人の人として接しているんです。こういう大人意識で育てると違うと思います。ということで。今ふと思い出したんですけども。誠ちゃんを描いた梅津栄さんじゃないよ。あの方は俳優さんね。岡間の役が多いけども。梅津和夫さんが漂流教室という漫画を描いておられるんですよね。その中で、小学生の子供たちが小学校で、給食の時間に、給食の配達に来る、おじさんをバカにしているシーンがあるんですよね。で、おじさんは、ルールが一変するんです。教室が漂流するかなんかで大人たちがおらんようになるのかな、なんか。で、子供たちに、整列言うて棒を持ってね、そこへ立て言うて言うんですよ。で、子供たちは本来そんな言うこと聞かないんですよ。せやけども、環境が変わって緊迫ピリピリすれば、そんな自堕落な子供たちでも、整列してしまうんですね。で、大人の、バカにしてた、給食のおじさんの言うことを聞いてしまうと。だから、環境的には、いろいろ、生活環境によって、それまでは子供でも一変してね、成長したりすることもあるのかなと。いい意味でも良くない意味でもね、思ったりもしますけれども。クリアンさん、安部公房さん、どなたでしょうね。安部公房さんが自分の作品が教科書に載って、自分の作品の感想を書けとか、要約するとどうのこうのとかの問題、あ、今後の、さっき、のどかさんの提案ですね、おっしゃった。どうのこうのとか問題が出てるのを見て、私にはできないと言ってました。あ、作者がそういうふうにおっしゃっておられる。自分の作品がテストに上がってるのを見てね、あるいは教科書に載ってるのを見て。ひょっとしたらね、何、宮崎ちゃうわ。銀河鉄道の夜とか書いた人おるでしょ。有名扱いされてる人。一生童貞やったとか言われてる名前忘れた。評判のいい料理屋か。宮沢賢治な。宮沢賢治は、もしテストで自分のことが、小説が出された時に、はっきり言って全部答えられんのかね。答えられへんと僕は思いますね。作家っていうのは偏りの塊ですからね。むちゃくちゃですから、作家っていうのは性格的には。破綻してますから。破綻しないと、スラ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 書けないですよ。ということはですよ。やっぱりテストとして、いろんなか、まあ、一つのね、例として、作者、こういう小説を書いた人がおると。こういうパッションがあって、こういうのを書かずにおられない人がおったんだと。よかったら読んでみてちょっと。そのぐらいでいいんじゃないかなと思ったりもしますけどもね。ただ、塾の講師の先生からしたら、まあ、講師の先生ってのは、睡眠薬の薬言うてるもんやけども、塾の講師からしたら、それとはまた違う意見を持ってるかもしれんな。やっぱ、その小説の中身について、どう作者が思ってるのか教えるということは、これこういう意味合いがあるんだという、なんか持論、我々が聞いても、ああ、そういうふうに解釈したらテストの、するのも、まんざら間違いではないなと思う意見もあるのかもしれない。そういう意見がもしあったらね、難なく受け入れるような大人になりたいなと、反対意見もね、思いますけれどもね。桃色サンゴさんがいろいろね、おっしゃっていただいてありがとうございます。シオンさんと桃色サンゴが、さんが、いろいろとね、意見を交わして、いただいております。大杉さん、おす、あすぎさんじゃなくて、大杉さん、また Facebook でね、なぜかと、なんか離れてしまいましたけども、Facebook のね、僕、仕組みがよくわからないですよ。またくっついていただいてありがとうございます。悟りはわからないで正解でしたけど、どうやら僕は正解だったようで、先生方すいませんということでね、僕だけが大正解と。
どうかわからないですけどもね。イッシーさん、ミクシーやってますということでね、イッシーさんがね、ミクシーやってるら僕、つながっていただいてるんですけどね、時々イッシーさんのね、つぶやきをね、拝見しますよ。今後ともよろしくお願いします。ということで、カネブンさん、音声豊富な日本です。地熱発電したらいいと思いますが、あ、そういう発電もあるんですか。僕、詳しくはないんですけどもね、熱に関しては。国立公園との絡みで難しいみたいです。そうですね。世の中っていうのはいろんな仕組みでできますから、あっちを建てればこっちが建たずみたいなことになるんですよね。ちなみに、発電っていうのは主に、なんかこう、タービンが回ってるんでしょ。で、水力でも火力でも、要はタービンが回りゃいいんですよ。で、原子力でも何でも、原子力でもなんかグワーッとなって、グワーッと来るから、その風圧かなんかでぐる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 回ってると、それだけのことなんですよね。要は。回しちゃいい。それを引いたいたりですね、うわーっと、プルトニウムがどうのこうのでやってみたり、あれ、バカらしいですよね。回すだけですよ。うん、そう考えたらね、うん、せやけども、やってる人らはね、一生懸命言うても、まあ、西成やら、山谷やらからマイクロバスに乗せられて、数日ここでおれ、働いとれ言って、働かされて、ピー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 ってなる機能もね、なる機械も持たされずにね、日雇いで、で、何重にもかすめ取られて、スズメの涙ほどの給料を渡されて、また山谷へ、西成へ戻る。いまだにそんな仕組みがまかり通っているらしいですけどもね。何の発電に関してかとか、どこの会社かとか、そういったことは言いませんけれどもね。うん、まあ世の中というのは理不尽ですけれども、不条理ですし、怒りが湧いてきますし、いろんなことありますけれども、僕はこう思うんですよね。彼も人なり、我も人なり。自分がじゃあ政治家だったらどうする？西成の住民だったらどうする？電力会社の社員だったらどうする？それも家族持ちだったらどうする？と考えたときに、やむを得ないか、というふうに思ったりもするんですよね。今のこの日本の状況、ひいては世界の状況をね。ひょっとしたら自分の生活、性格、習性、そういったものが、うまいこと割合的に反映されたら、一つの星として自分自身を例えたら、今の世界みたいになるんじゃないかねと思ったりもする。そうしたら、あれは悪い、これは悪いと個人を名指しで批判することはなかなかしにくいなと。いうふうにも思ったりするんですよね。それぞれ事情がある。それぞれ守るもんがあり、それぞれ信念があって、結構ね、アイデンティティ持ってるもんなんですよね。うん、魂売ってるんちゃうかと思うようなことでもね、詳しく聞いてみると、うん、だから詳しく聞く機会を設ける必要はあるのかなというふうに、それが大切だなと思うんですよね。これ詳しく聞くイベントっていうのがね、規模としては、世界的規模ではないですよ。高円寺の、おしゃれな商店街の中の2階の数十人しか入られへんような、しかも、これ偏ったね、デモがどうのこうの、歌がどうのこうのの、この表現者や自由人ばっかり、偏りばっかりが集まってるだけですわ。要はこの映画のね、会社、映画の、大学通ってる頃からしたらですね、身内ばっかりや。僕もそう思う。うん、僕はこういうのに染まれないんですよ。社会問題で立ち上がろうタイプではないんですよ。このタイプなんですよね。うん、ただ、みんなすごいなと。こう聞いてる人らもいいねあげてすごいなと。この人ら愛すべき存在やなと。そして外へ出て一般の人らもですね、これが少数派なら、大多数の人ら、これもまた愛すべき人々ですよ。うん。だから、みんなの尊重した上で、こういったなんかこう、偏りだけで集まる機会もいいけれども、そうじゃない、一般人もこん中に一人二人混じるようなイベントがあった、というふうに思いましたね。あと、もう一点。平成生まれのホラばっかりが集まるんであれば、僕が最初このイベント行った時に期待してたように、
この今の平成の世の中で、少年少女、思春期の子らが生きていくのは、なんと難しいことか、どういう問題があるのか、どういう悩み事があるのか、異性のこととか、勉強のこととか、いじめ問題とか、いろいろあるでしょう。これはもう古今東西、時代を問わず、やっぱりね、10代、20代っていうのは、いろいろと生きづらいと思うのよね。そこのところをちょっと聞いてみたいなと、現代の平成の子らはどうなのかなと。まあ、いかんせん、その一般の平成の子らは、こんなところにいたりとか、人前で喋ったりとか普通しないですからね。人前で喋ってる時点でもう、すでに気持ちは表現者ですから、少数派ですからね。うん。なかなか難しいかもしれんけれども、顔隠したりとかですね、マスクしたりとかでもいいですから、なんか、そういう機会が、みんなの意見を聞く機会が、一般人も含めてね、うん、あればええなぁなんていうふうに思いました。で、ちょっとね、僕今からチャットに書き込みをしますんで、生放送をご覧の方、ちょっと注目をしてほしいんです。3つ書き込みをします。3つ。一つは、例えば、ここのイベントはもうこれ一回限りでもう終わってるんですけれども、このポスターの書いてあること、あんな世界さんが書かれたんでしょうね。すごいですね、このイベントも立ち上げて。本格派ですね。大人になったら何者になるのかな、この人。政治家になるんちゃうか思うけどもね。なんか運動するかもしれんね。この平成生まれヘダレズ口会議のホームページというのがございます。はい、これです。今、書き込みをさせていただきました。よければメモをしてね、アクセスしていただけたらと思います。で、このイベントのお客さんの中に、ジャーナリスト、福島県を主に取材されている方がいらっしゃいました。で、その方が、ブログを持ってらっしゃって、その方のブログからこの写真を僕、無断でハイジャックしたんですよ。ジャーナリストに、規制も何もないから、ジャーナリストの言うことと、表現者の言うこと、表現者は、まあ、ジャーナリストのね、やってることなんてのね、拝借したと掲げるんであれば、拝借してもいいんで、黙って、登用したらあかんけれどもね。で、ジャーナリストの方の、写真を、こう、載せてさせていただいております。で、ジャーナリストの方の、この、ことを書いたページが、はい、チャット注目、これでございます。うん、ジャーナリストの方の名前は知りません。うん、主に福島県、そういっての取材をされているそうです。で、もう一つ、チャットに書き込みをさせていただきます。これはですね、このイベントのトーク内容自体がユーストリームで、どのぐらい全3時間に中継録画をされております。音は聞きづらいし、後ろから撮ってるんで、みんなの後頭部しか見えないんですけれども、もし興味ある人は見られたらいいんじゃないかと思って、はい、ちょっと注目。平成生まれヘラズ口会議の録画、全3時間ということで、アドレスをね、今、チャットに書き込みをさせていただきました。もし、興味あるという物好きな方はですね、スピリチュアルに興味あるっていう、もうそれだけで皆さん物好きですから、なんかアクセスしてみていただけたらいいんじゃないかと。アクセスしたところでもこのイベントはもう終わってますから、存在しませんけれどもね。うん。まあ何かの参考になればいいかな、というふうに思います。はい。たくさんの方ご覧いただきまして、ありがとうございました。それではまた、そう。これテディさんにもまだ言うてないんやけれども、来週僕お休みをさせていただきますというのも、以前僕が、働いていた職場の方々が集まって、もうその職場自体消滅したんですけどもね、新年会をやろうということになったんです。で、その新年会が来週金曜の夜7時から、場所はどうかわからん、東京都内のどっかなんですけどもね、開かれるんです。で、それに出席僕したいんで、久しぶりに仲間たちに会いたいんで、お休みするということです。今、平たく言えば、藤木頃はスピリチュアルテレビを捨てて、新年会
こういうことですね。こうテディさんにまだ言うてない。テディさんご覧になってますでしょうかね。あとでスカイプのチャットで書き込みをしよう。来週お休みさせてください言うてね。じゃあ来週はお休みしますんで、何か特別番組があるのか、あるいは過去の録画をご覧いただくか、なんかしていただければと思います。皆さん今日もご覧いただきましてありがとうございました。それではまた再来週あたりにお目にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら。